送りします。こんにちは、タクマモトシです。今日も日生球場なんですが、今日4時からダイエーの中内社長、南海の志村社長と譲渡問題でいろいろ話があったんですが、一応形の上では正式に譲渡が決まったということなんです。そして条件がついてました名前、ホークスという名前、これも残すということです。それから待遇面、選手の待遇改善と言いますかね、そういうことも了解をしたということなんです。それから一番心配される監督以下コーチ陣の問題ですが、これは後日ダイエーの中内社長と杉浦現監督と会って、直接会って話をした結果、中内社長からお願いをするということのようです。ですからおそらく来シーズンもこのままの形でダイエーホークスという形で野球をするんじゃないかな、こういうことで一応一安心じゃないかなと私思うんです。いろいろ問題はあったでしょうけども、決まってしまった以上は仕方がないんで、そういう形でダイエーの中内社長も非常に理解を示してくれたように私感じました。ですから選手諸君、名前は変わっても今まで通り一生懸命頑張って、ますますいい成績を残してほしい、私はこう思います。そして、まだまだ今シーズンの試合も残ってます。今日この対近鉄戦、先発ピッチャー藤本です。相手は高柳ということなんですが、藤本投手ももう一つ勝てば10勝2桁ということで、これ3年ですかね、連続2桁勝利投手ということになるんですが、本人もなんとか今シーズン、2桁は勝ちたい、こう言ってましたんで、今日のこの藤本投手のピッチングを私期待したいと思います。三崎公園にヒーローたちがやってくる。仮面ライダーブラックやダイブマンをはじめ、君の大好きなヒーローたちが大集合。楽しさいっぱい秋の三崎公園超人カーニバル、9月23日オープン。コスモハリケーンをはじめスリリングな乗り物も続々登場。南海電鉄グループがお送りしました。ゴーゴーホークスを終わります。